はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、今回の動画はですね、えー、芝スタートのダートコースの話を少ししたいなと思います。はい え、競馬には芝のレースとダートのレースがあるわけなんですが、どういうわけか、ダートのレースなのに芝からスタートするというね、そういうコースが存在していますということで、え、阪神ダート1400から、え、福島ダート1150メートルまでですね、8コースあることになるんですけど、外枠ほどですね、芝を走る距離が長くなるので、ま、この手のコースでは、え、外枠有利と言われることが多いんですけれど、 こちらがですね、えー、芝スタートのダートコースの枠順別の成績なんですが、まあ、確かに外枠の方が勝率が高いですね、回収が高いとかっていうことは、まあ、そんなにはあの極端にはないのかなっていう感じなんですけど、うちに行くほどまあ勝率は低い、連打率も低い、特にまあ1枠1番っていうね、副勝率も一番低いですし、 うんまあ、外有利というよりは内不利なような感じもします。はい。まあ、表現の違いだと思うんですけど。で、えー、っと、この画面の勝率だと、当然あの、枠に対しての母数ベースの勝率になっているので、ちょっと次の画面で、ちゃんとしたね、枠別の成績っていうもののリアルなところに切り替えたいと思います。はい。えー、それがこちらですね。 8枠に2置いてどっちかがね勝ったら勝率50%っていう計算ではなくてですねいわゆるボスベース。 はい、競馬の情報とか本とか雑誌とかメディアの情報は全部それなんですけどちゃんとね枠で見るんだったらあの枠のどちらかの馬が勝ったらあの勝ち、はい、8枠の馬が勝ったら8枠の勝ちっていう見方をしなければ絶対におかしいので、えー、8枠の勝っている確率7枠の勝っている確率ということにしております副勝率に関してはその枠のどちらか1頭以上が馬圏内に入っている確率として、はい、全てレース単位のものに置き換えたのがこのね 表になるんですけど、まあこうやって見るともっと分かりやすいかなという感じはしますね。はい。8枠の勝率が15.5。まあ1枠ね、等数が少ない時もありますが、勝率が9.6。2枠、3枠も勝率が10%台ですね。で、4、5が12%台。6、7が14%台。8枠が15%台ということで、なんかすごく綺麗にね、えー、段階的に切り替わっている感じがします。はい。 で枠別のね、副勝率が結構特徴的かなとも思うんですけどね、6枠あたりから40%近くなってくるので、6枠、7枠、8枠、1等以上が馬券内に来ている確率がまあ40%前後ありますよということになりますので、内不利だし、やはり外若干有利なのかなっていうね、そんなあのイメージがつきやすいような成績になっています。 ただですね、あの1つ目の票と2つ目の票、もちろん回収率は同じになってくるわけなので、回収率の部分では大きな差はありませんでした。な、え、ん、ー、で、全体的に見たときに、うちは多少不利ぐらいなのかなと、そういうふうに思っても、思う人がいてもおかしくないぐらいの結果にはなっています。というのは、思ったほど外枠有利じゃないよねっていう。 狙い目じゃないよねっていう結論になる、えー、競馬ファンの方が多いんじゃないかなと思うんですが、ただですね、外枠に該当した時に極端に成績が伸びる馬ってのもいます。それがですね、シンプルに人気馬なんですよね。人気サイドの馬の信頼度は上昇傾向ということで、こちらの画面ですね。まず7枠、8枠に入った一番人気、一番上。はい、成績紹介で、括弧内は1枠から6枠の成績になるんですけど、 えー、勝率がねねもあるんですよ、ね、一番人気の。でそれ以外だと31.7。副勝率が68.7。はい。で62.7。で単回数が94。なんで、えー、芝スタートのダートコースで78枠に入った一番人気の馬の単回数で100%近いんですよね。 はい。それ以外が77%で、副回収も91%あるということで、かなり成績が良いです。え2番人気に関しても、勝率が20.4、副勝率が52.6と上回っていますね。で、3番人気。はい。7、8枠に入った3番人気の、おと、1枠、6枠の違いなんですが、 が複、えー、勝率が,が41.6ということでこちらもですね上回っているんですよ、まあ、顕著に成績が変わっているのは一番人気だなと思うんですけどこれがね結構重要だなと思いますこの理由ってね様々あると思うんですが、まあ、人気馬イコール能力順ではないんですけどそれに近いことはねやはり歴史とオッズとデータ結果が証明していると。 一番人気の馬が一番よく勝つわけですからね。で、二番人気は次に勝つっていう、この流れはもう30年とか変わっていないので。なんで、まあこれだけデータが増えているのにっていうところを考えると、昔の競馬ファンの人の方がすごかったのかなっていうふうにはちょっと思うんですけどね。 情報力がね、あの情報量が少ないのに、きっちり、あの、競馬ファンが支持した馬は年間で一番ね、一番支持されている馬は一番勝ってるので、昔の競馬ファンの方すごいなと思うわけなんですが、まあ、あの、そんなようなね、データ結果が証明しているわけなので、実力がある馬が外枠だとね、後押しになると。で、その理由として、先行馬だったらね、やはり高ポジションを取りやすいですしね、 はい、あの芝で行き足がつきやすいのでで指、えー、し馬だったら当然うちで芝が短いところで走って外からかぶせられて包まれる心配がないと、まあ、そういうことがあるでえっと人気ウスの馬に関しては、はいまあ、能力が落ちる割合がね当然今の話では多くなるわけなんですけどそれを大きく後押しするまでの要因にはなっていないんだなっていうことですね。 はい、なので、外枠に入ると安定化するぐらいの要因しかないので、まあ、ぐらいって言っても、その安定化っていうのは、人気のね、人気サイトの馬に非常に重要なファクターになってくるので、その部分がすごく効いているのではないかなと思うんですよね。そしてですね、新潟の芝1000メートルの外枠とかと違って、ですね、えー、芝スタートのダートコースで外枠だからといって、極端に人気になるほどの要因ではないわけですよね。 新潟のね、直線競馬だと、もう単勝50倍ぐらいの馬がですね、本来だったら、えー、外に入ったっていうだけで一桁オッズになることとかもありますけど、あのー、芝スタートのダート戦で外枠に入った馬が、本来なら単勝10倍ぐらいだよね、このメンバーならっていう馬が、外枠に入ったから2倍になるなんていうことは、まあ、全く起こってる形跡はないわけですよ。なので、1ページ前に仮説として立てている、人気馬だからっていう条件に歪みが起こっていないので、 うん、なのでまあ正当な理由の一つとして考えてもあのおかしくないのではないかなということが、えー、僕的には思いました、はい。で、個人的にはね、このように順を追って、えー、状況、条件、理由を並べて考えると、とても納得できる結果なんですよね。 でその理由を踏まえて、さらにプラス要素を足すということで、芝スタートのダートレースで、7枠、8枠の外に入った、1番人気の馬が、追い切りの販路で、ちゃんとね、53秒台以下ぐらい、きっちり出しているよっていうケース、これ、勝率が43.4%、単回収106%、副勝率で71.4%、副回収97%もあります。はい まあ反論が早いからイコール速力があるっていうわけでもないんですけどね、うん。人気だから能力があるとは必ずしもイコールではないんですけど、それに近い意味も持っているというところを考えると、ここをね、リンクさせるのはすごくいいかなと思いました。実際に成績もこれだけ良いですからね。うん 一番人気で勝率がね43.4%ーって単回数100%超えているなんていうそんな条件の馬が、まあ、結構ぼちぼちね、あのー、走っているという状況であることに気が付けばかなり馬券成績にも影響が出てくると思いますそして2番人気3番人気でもねこの合算の勝率が19.4%単回数95%ありますので外枠で安定化する芝スタートのダートの外枠で安定化する人気サイドの馬で販路交代も出している馬は好成績っていう。 法則これはね覚えておいても損はないんじゃないかなと思いますはいそんな感じでお届けいたしました、えー、よろしければチャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです競馬本著者の竹内がお届けしている竹べというチャンネルになってございますはい、えー、この動画の後はですね最近ハマっている歌で覚える曲で覚える競馬予想あちらでもねこのダートの話をテーマにしたあの曲動画一本アップしようかなと思ってるんですけど え先週ですね、そういう歌に、歌で、うん、競馬のことを説明する動画。 もアップしていますし、馬券ネタ動画もね、本当に6月はたくさんたくさんアップしてきましたので、よろしければね、それらも見ていただければなと思います。まあ、特にこの手の、今回ね、今見ていただいているようなタイプの動画が好きな方にとっては、あの、すごく、えー、なんでしょう、興味を持っていただけるような動画をたくさん今月アップしていますので、はい、よろしければそちらもご覧くださいという感じです。えー、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。